橋クラシックカーフェスティバル2019、今年のテーマは軽自動車でした。表彰式を行わせていただきます。それではまずはじめに大会の委員長、役員の委員長であります前橋市長山本龍様、本日は代理といたしまして産業経済部長の関様がお見えでございますので、一言ご挨拶を、突然のご指名で申し訳ございません、お願いいたします。よろしくお願いします。突然のご指名で申し訳ございません。はい、本当に突然でごめんなさい。先ほど紹介いただきました、山本市長につきましては、先ほどまで車一生懸命見てたんですけど、ちょうど2時半から、別の公務があるということで、急遽私、前橋市の産業経済部長の関と申します。代理としてですね、この表彰式に、参加をさせていただきました。今日はこんな暑い、中だったんですけれども、非常に多くの方々にいろいろ車を見ていただいて、多分表彰される車を選ぶのが非常に大変だったんじゃないかと思います。私個人的にもですね、子供の頃に実家にあった車だとか、そういうのがあって非常に懐かしく感じました。やっぱり軽自動車、日本の戦後のですね、経済復興を支えてきたんだなと非常に感じました。これから随時表彰が行われると思いますけれども、皆さん盛大な拍手を持ってですね、表彰された方、また表彰された車に対して、お祝いをいただければと思います。簡単ですけども、挨拶とさせていきます。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは早速表彰式に移りたいと存じます。まずは前橋市長賞3名様でございます。ではプレゼンター引き続き関様お願いいたします。私の方でお名前をご案内いたしますので、どうぞ前へとお進みください。前橋市長賞エントリーナンバー29番藤塚高幸さん、三菱ミニキャブトラック T131 でご参加の藤塚さんです。おめでとうございます。どうぞ前へお進みください。同じく発表していきます。どうぞお進みくださいませ。エントリーナンバー4番青木さん、スバル363番スーパーデラックスでご参加の青木さんです。おめでとうございます。どうぞお進みください。そしてエントリー11番です、中島秀樹さん、三菱ミニカ360で参加の中島さん、市長賞です。おめでとうございます。どうぞお進みください。以上の3名の皆様です。それではまず藤塚さんから表彰させていただきたいと思います。中央通り商店街賞はエントリーナンバー47番です、トマル吉文さん、日産のプリンスグロリアスーパーシックスでご参加のトマルさんです。おめでとうございます。どうぞお進みください。
それではどうぞ前へとお進みいただきまして、盾をプレゼントさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、中央通り商店街賞でございます。写真を撮ります。はい、よろしいでしょうか。おめでとうございました。さあ、道を挟んで一つですね、北側が弁天通りがございます。その弁天通り商店街賞です。ではプレゼンター澤田千佳さん、どうぞお進みください。はい、弁天通り商店街賞はエントリーナンバー22番です。岩倉健二さん、本田バモスでご参加です。岩倉さん、おめでとうございます。お進みください。演奏控えめですけど、もっと派手派手しくやっていただいて、はい、結構ですから、どうぞ張り切ってお願いします。はい、もうどんどん謙虚いらないですから、派手派手しくどうぞ。それでは澤田さん、お願いいたします。おめでとうございます。札幌フード&ビバレッジ賞です。プレゼンターの和田様、どうぞお進みくださいませ。それでは参ります。エントリーナンバー12番、青柳さんです。スバル 360DX デラックスで参加の青柳さん、おめでとうございます。どうぞお進みください。それでは盾をお受け取りくださいませ。おめでとうございます。クイックル化粧品賞です。それでは澤田さん、どうぞお進みください。はい、受賞したのはエントリーナンバー36番、宮越智之さん、ビューイックスーパーでご参加の宮越さんです。おめでとうございます。どうぞお進みください。上毛新聞社賞です。それではプレゼンターの上毛新聞アドシステムの北様、お進みください。上毛新聞社賞はエントリーナンバー34番、高柳裕二さん、ホンダアクティクローラでご参加の高柳さんです。おめでとうございます。どうぞお進みください。続きまして群馬テレビ賞です。プレゼンター森様、どうぞお進みください。はい、群馬テレビ賞はエントリーナンバー8番、
山口剛さん、たけしさんでしょうか。マツダキャロルでご参加の山口さんです。おめでとうございます。おめでとうございました。それではお写真を一緒にお撮りします。はい、おめでとうございました。皆様拍手でお祝いしていただきたいと思います。さあ、そして最後は特別賞3人の方にお渡ししたいと存じます。特別賞のプレゼンターは大会役員の新井美香さんです。よろしくお願いいたします。3人発表させていただきますので前へとお進みください。まずがエントリーナンバー26番、五十嵐文夫さん、ダイハツフェローマックスでご参加です。エントリーナンバー3番、瀬川よしきさん、ホンダ T360 でご参加です。エントリーナンバー81番、藤岡弘明さん、デロリアンモーターカンパニーでご参加、このお三方でございます。どうぞ前へとお進みください。なお特別賞はただいまご用意したのが一つですので後ほど改めて送らせていただきます。では五十嵐さんは代表して受け取っていただけますか。はい、おめでとうございます。お写真を一緒に撮りたいと思います。はい、よろしいでしょうか。特別賞受賞されまして3名の皆様おめでとうございました。新井様ありがとうございました。さあ、それではここで、本日のこの前橋クラシックカーフェスティバルについて総評をお願いしたいと存じます。総評はこの方です。日本を代表する自動車ライターの武田博美様です。武田様どうぞよろしくお願いいたします。まあ、正確に申しますとね、日本に何百人といるうちの代表する中のたくさんいるうちの、まあ、一人と思っておいてください。武田博美と申します。よろしくお願いします。今日は暑かったですね。もう35度ぐらいいったみたいなんですけども、皆さん楽しんでいただけたかなというふうに思っております。今日、まあ、これまでね、今回5回目になるということで、まあ、毎年来てますので、私自身毎年お邪魔していただきまして、まあ、今日も含めて今日は、まあ、ちょうどね、軽自動車が、まあ、今回テーマだったということで、ちょっと軽中心のお話にもなると思うんですけれども、このイベントのね、すごくいいなと思うところは、例えばこの今日来てる車たち見ましても、この一番手前の松本のお菓子屋さんですとかね、車の中にそれぞれお持ちになっている方のストーリーといいますかね、ちょっとまあ重くなってしまう、場合によっては重くなってしまうけど、人生みたいなものを垣間見られるような、例えばね、まだ買って間もないっていう場合も、なんかその新しく買った時のその高揚感とか、そういったものも感じられまして、それがこの特に軽自動車ですとね、例えばその家族の記憶であったりとか、その人自身が歩んできた人生のどうこの車が一緒にいたのかとか、そういうものをちょっといろいろ今日垣間見る機会がありまして、あ、いいイベントになったなと、この30台近く集まっちゃったね、すごい数の軽自動車たちにちょっと教えられたという感覚ね、見せていただいた気がします。でまたね、来年以降もこういった形で、まあ、軽自動車からまた別のテーマになるのかもしれないんですけれども、今日来てる皆さんもまた新しい自分のその人生の新しいページをね、また来年以降も参加して増やしていただけるといいかななんていうふうに思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今武田様が本当におっしゃってくださったように、この軽自動車というのは日常の一コマ、ストーリーがこうあって虹に出ていて、それがきっと今日こんなに多くのお客様が来てくださった、そんな一つの要因になったのではないかなというふうに思います。さあ、そして、町おこしのために地域を活性化したい、そんな思いでこの前橋クラシックカーフェスティバルを企画しているのがこの方です。
最後に閉会で挨拶を改めていただきたいと存じます。伊香保おもちゃと人形自動車博物館館長の横田正弘さんです。横田館長よろしくお願いいたします。皆さん今日は暑い中大変お世話になりました。私が話す、段取りには なってなかったんですが、急に呼ばれてまいりましたのでちょっと驚いておりますが、あっという間に前橋クラシックカーフェスティバル5回目になりました。最初市議会議員の新井美香さんがこの商店街昭和40年代の賑わいに横ちゃんしてくれませんかというお話をいただき、また市長から町の活性化のために力を貸してくださいということを言われ、いやいやながらやる気は全然なかったんですが、いやいやながらまず1回をやりましたら、あまりにも多くの皆さんがこのアーケードに来ていただき、本当に驚いたわけでございます。クラシックを並べるだけでこれだけの人が来てくれるんだということで、2回3回4回5回目になりました。そして本当に県外遠いとこから私が主催しますこの前橋クラシックカーフェスティバルにご参加をいただき、今日も帰るのに非常にもう暑いと思います。もう感謝の感謝の感謝で、本当にあの参加者の皆様にはありがたいと思っております。私も、65歳還暦が、過ぎまして65歳になりました。一晩二晩三晩寝ても疲れが取れない、年になってしまいましたので、次回はあるかどうか分かりませんが、なるべくこの商店街の発展のために、頑張っていきたいと思っております。今日は暑い中本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。伊香保おもちゃと人形自動車博物館横田正弘館長より閉会の挨拶をさせていただきました。そして来年もまたこの会場で、皆様方と会えることを楽しみに、そしてこの前橋クラシックカーフェスティバルが来年も6回目も開催されますことをお祈りしながら閉会とさせていただきます。本日は皆様ありがとうございました。プレゼンターの皆様もどうもありがとうございました。メタボーイの皆さんありがとうございました。拍手どうぞお送りください。ありがとうございます。はい、あ、ちょっとごめんなさい、あのこのイベントの発起人横田館長に 何かやってほしいと言った新井美香議員、美香さん一言、誰よりもやっぱり楽しみにしてて、この方の一言がなければスタートしなかったということで一言お願いできますか。閉会の挨拶お願いします。新井美香です。横ちゃんなんてね、おこがましいことを言ってないんですけども、どうにかしたいということでこうやってやっていただいております。私は一言だけなんですけど、このフェスティバル、ここでいろんなものあるんですけれども、飲食がコーヒーとか食べ物がない、それは館長の思いで、私お昼全てのお店、前橋の知り合いのお店回りました。どこもいっぱいです。普段はこんなことないんです。どこのお店もいっぱいで、これは本当の活性の一つで、3日寝ても疲れが取れないなんていうことはなく、来年もまた再来年もずっとやっていただきたいと、私も、一晩寝ても治らなくなりましたけれども頑張って協力していきたいと思いますので、それには参加者の皆様のご協力が何より大事でございます。どうぞ
来年もよろしくお願い申し上げるってあげまして、市長そして市民に代わりまして皆様に挨拶したいと思いました。今日は本当にありがとうございました。また来年。はい、どうもありがとうございました。ただいまのグランドフィナーレコメントをもちまして終了とさせていただきます。皆様また来年お会いしましょう。